ます。はい。皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブの時間が終わりました。パーソナリティの、伊藤ねねと申します。はい。ちょうどね、お盆明け、沖縄もすごい暑いんじゃないかと思うんですが、まあ、我が今収録している、場所も、まあ、4月の、まあ、後半なんですけども、もう暑い最中で、まあ、私の住んでるところはちょっと雷とかが多い、夕立とかがあるんですけども、そういった意味では、今日ね、お越しいただいている、もう篠原さん、今日も3回目ですけども、福岡はあれですか、雷とか、夕立っていうのは結構あるんですか？はい、ありますね。やっぱり、あ、なるほど。今も天気晴れなんですはい。けど、はい。ちょっと、ちょっと空が暗くなってきたなと思ったら、はい。もう、ひっくり返すぐらい、もうすごいドサーッときて、雷が、はい。はい。ああ、ボなロるボほロど。ボロと、はい、なるほど。それはあなりるほど。ます。はい。まあ、季節風物詩の中で ね、そうです。皆さはい。んこうね、こう、それぞれこう、どうやってこうね、涼しいところで、まあ、過ごされているかって、まあ、あるかと思うんですが、まあ、今日そんなね、涼しい、のとはまた別に、少し暑い話があるかもしれませんので、ちょっとご容赦して聞いて、涼しいところで聞いてもらえると嬉しく思います。はい。で、まあね、ちょっと今紹介しちゃいましたけど、まあ、今回もですね、前回と前々回ですかね、ちょっと出ていただいた、社会保険労務士の篠原さんに、まあ、お越しいただきまして、6月に、まあ、開催したセミナーの、まあ、振り返りってわけじゃないんですけど、まあ、それを今日ね、ちょっと対談形式でいろいろ、まあ、裏話も、まあ、そんな裏話あるのかっていう話はあるんですけど、話したいと思うんですが、じゃあ早速ですけど、どうでしたか？セミナー、その20分っていうコマでしたけど。そうですね。まあ、最初はね、どうなるかなと思ったけど、やっぱ20分っていうのは、でもあっという間に短かったですね。っていうのは、私、前日がちょっと別のところで3時間ほど話をさせてもらってたから、まあ、それから見たら、一応、ストーリーとかはね、考えてしてるつもりでも、もう、あっという間で、なんか、なるもほう終わっど。ちゃったという感じで、でも、まあ、お伝えしたいことだけはね、一応もう、しっかりと、もう忘れないうちにと思って、お伝えしたので、まあ、そこはいけたかなと思うんですけども、でもよく、皆さんの本当にね、熱心に、聞いていただいて、まあ、ご参加いただいたで、したので、本当に、参加していただいた方には、本当もう、今、ありがとうございましたというふうに、改めてお礼を申し上げたいなと思っております。ああ、そうですね。はい。はい。リアルもね、ズームも。はい。はい。共にね、ご参加いただいた方もね、いはい。たので。はい。そうよなんかっですた。はね。い。はい。よかったですね。はい。そう。実はね、そのね、20分って、すごい短い時間なんですけど、なんか、タイムキーパーって人がスタンバイしてたんですよね。はい。残り5分とか1分とか。はい。はい。それって目に入りましたか？女性の方がね、ちゃんとあとえ何分っていうのは、もう5分ぐえ。ええ。らいだったかな。だからちょっと私も気持ち的にね、はい。もう私がトップバッターを仰せ使ってたもんですから、私がずれちゃうと、あとみんなずれたりしてしまうっていうのもあったから、ちょっと最後はちょっとあ、はい。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 は
って、スタッフもね、皆さん、すごくこう、笑顔で、こう、ちゃんとこう、アイフォンも送ってくれるし、やっぱそういうところはチームワークだったのかなって、はい、あ、そうですね。リアルで来られた方にはね、はい、後ろが見えないですけども、はい、やっぱりそこは本当に、はい、いい、やっぱメンバーのね、方たちに巡り会えてよかったなっ。ああ、そうですよね。はい。いや、今回実はね、セミナーって4部構成で4人登壇いただいたんですけども、はい、私を含めて。それ以外に実は事務局って形でですね、2人ですね、実はね、知らせていただいたんですよね。はい。そうなんですよ。これそうなんですね。こう、セミナーって、そう、リアルとかもそうだと思うんですけど、なかなかやっぱ一人やると、まあ、時間を忘れちゃう。あとこう、リアルとズームのハイブリッド型なので、ズームの方に対するケアがなかなかやっぱり難しかったりするんですよね。うん、おっしゃる通りですね。やっぱそこの、やっぱり本当に、はい、こう、私もびっくりしたのは、いやレベルの高い方ばっかりで、本当に私も、本当にも、いろいろと勉強させていただいたなというのが、本当、よくそういうメンバーをご存知だったなというのが、私の方がやっぱり、本当、三郎さんにちょっと本当もびっくりしてます。あ、いい、いい。これは多分ね、一人のテーマであれば、その準備期間もそういうふうにかけずに、はい、もうパッパッとできちゃうとは思うんですけども、はい、まあ、今回は、まあ、いろんな方が、参画いただくことになりまして、はいはい、もう4月の確かあれですよね、ゴールデンウィーク前から打ち合わせを、はいはい、こう、まあ、各週、はい、で、直前はね、まあ、直前もやったりとか、はい、うん、
実はですね、その何時に入るかっていうところまで打ち合わせしたんですよね。タイムスケジュール作って。うん、12時に入るとか、1時に入るとか。はい。はい、そうですね。で、この時間に準備するとか、あとお茶を買ってくるだとか、お菓子買ってくるかとか、はい、そういったのを全部こうね、まあ、パッケージ化はできてはないですけども、まあ、過去のやったものがあるので、はい、まあそういった、まあ、シナリオ通り、まあやれば、まあそんなほど事故はないっていうね。はい。はい。うん。まあね、それでもね、やっぱり、はい、実際始まるとね、何があるかわからないからですね、はい、そこも、まあちょっと、踏まえた上での、多分、プランだったんだろうなと、私はちょっと、主にほとんども、三郎さんの方がね、もう全部、全体をこうまとめていただいておったから、それにも皆さん、こう、乗っかっちゃったっていう感じで、うまくいけたんじゃないかなとは思ってますけどね。あ、ありがとうございます。そうなんです。視聴者のね、皆さん、まあ、この YouTube 聞かれてる方も、実はね、私、とあるところでちょっとやったノウハウをそのまま、参考にしてもさせてもらったっていうのが、まあ、正直言うと、流用したという言い方正しいんだと思うんですけど、はい、まあ一応参考にしたっていう言い方で、ちょっとすみませんと思いますけども、はい。はい、それってやっぱ大事ですね。いわゆるパクリ。うん。やっぱりそういう、いい意味でのね、やっぱはい、TTP じゃない、徹底的にパクリじゃないですけどね、やっぱ本当それってすごく、はい、まあいい意味で、はい、やっぱそこから、まあ、模倣しながらですね、独自の、まあ自分たちの型を作っていけれたら、本当にいいのかなって思います、ね。あ、本当おっしゃる通りです、おっしゃるです。で、昨今だとやっぱりこうね、ズームとリアルの同時開催ってやっぱあったりするので、はい。まあ、よく言われるのが、その、ズームの参加者から、リアル会場の方のご質問が聞こえないと。はい。突然回答し出すんですね。この、はい。そうそう、今週なんで回答してんだろうっていう。まあ、回答内容はなんか、まあ、まあいいんだろうと思うんですけど、その、質問内容がわからないから、突然何を話すんだろうっていうふうに言うのがやっぱりあったらしくてですね。はい。はい。まあ、あったんですけど、なので、もう、そういった時、あった時には、必ず、あ、こういった質問でよかったですかっていうふうに確認をした上で、まあ、回答をするっていう。そうするとね、ズームの方にも一応、何の質問がリアルで飛んでるかも一応理解はできますし、はい、まあ、あとはまあ、あれですよね、今度はズームの方が質問するときも、まあ、チャットでね、コメントいただければ、それをね、こう、登壇者が読み上げて、あ、こういった質問でよろしいですかっていうのをちょっと、まあ、確認して、でそれで回答をすると、今度はリアルの方にも分かるっていうね。うん、はい、うん。そういった形が、ね、できれば、はい、うん、理想ですよね。そうですね。やっぱ、そこのやっぱ、オウム返しじゃないですけどね。はい。やっぱ、確認を一つ一つ、まあ、それもやっぱ、慣れないと、どうしてもこう、慌ててしまうからですね。なんか、すっ飛ばしてしまって、はい、その時だけ、頭がちょっと真っ白になって、はい、いや、言われてみて初めて、あ、しまったというようなこともありますもんね。やっぱり、やっぱ慣れるもあるんだろうなと思いますけども。はい。まあ、それでやっぱ事務局としてね、スタンバイされた方がこうコントロールするっていうのは、とてもやっぱり大事な、うん、うん、役割なのかなっていうふうに、そうですね、改めて。うん、やっぱりこれ、野球で言うとね、まあ、野球は、私も、佐藤さんもまあ野球は好きで、ね、はい、はい、あの時は終わった後に翌日、野球見た、まあ、中でもあるんですけども、やっぱあの時、やっぱグラウンドでもね、やっぱ選手は一生懸命やってるじゃないですか、だから周りが見えないのでね、やっぱコーチャーがね、はい、やっぱそうね、止めたりとか回したりとか、はい、やっぱ合図を送るじゃないですか、はい、やっぱああいうふうにやっぱ客観的に見てくれる人がいるっていうのがすごく大事ですよね。自分たち一生懸命やってるんだけど、見えないからですね、はい、それで、はい。まさしくね、サンデーコーチの役割をね、果たしていただいたっていうね、そう形がね、ですよね。本当に、あの時は本当に終わった後に、ちょっとまあ、打ち上げじゃないけどね、懇親会やって、はい、その後に翌日、まあ、はい、男性だけですけどね、はい、手元の。はい、ペーペードーム、みずほですか、はい、方に野球見に行けたから、まあ、はい、これもあって、ちょっと今すぐふっとこう思い浮かんだんですけどね、はいはい、やっぱ大事ですね、客観的にこう見てくれる、そう、ね、されてるというのはですね、本当に。はい、なんかね、別のメンバー、太宰府天満宮に、ね、行ったとか、ね、はい、話も、ね、聞きましたし、まあ、私も最終日にはね、ちょっと太宰府天満宮に、まあ、いつも福岡行くときは、まあ、恒例で行くんですよ、はい。私、ちょっと今年は夢中だから、天満宮に入れないので、うん、その手前で、まで行って、で、そこに梅ヶ谷餅がね、私のお気に入りの梅ヶ谷餅の店があるんですよね。ああ、そう、なんか美味しそうですもんね。そうそうそう。そしたらね、参加された事務局の方が、その反対側の梅ヶ谷餅のお店に、まあ、お蕎麦が、まあ、染めてるからっていうことで、で、今回は、一応、いつも行ってるところでも買ったんですけど、そのお友達のところでも、ちょっと何も言わずに、シャッと、梅ヶ谷餅2つくださいって言うんですね。あ、そうですか。梅ヶ谷餅って言ったらね、はい、私のね、
なるほど。そんなね、ちょっと奇遇だね。はい。まあ、その方も、事務局の方も、まあ、太宰府の近くに住んでるから、それはね、やっぱりお友達も近くにそらいてっていうはい。ね、あるんでしょうけどね、まさかはい。ね、そんなね、女神の話ができるなんて、まあ、思いもね、しなかったですけど、そうですはね。はい、はい、はい。い。ちょうど、何かな、セミナーが終わって、懇親会場に行くときに、はちょういど、あれ、山笠。はい、はいね、あれ、飾り山笠、ね、はい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 遠方から来た方もおられたんで、ね、見てもらいたかったなと思ったけど、それがちょっと、まあ、その時は見れなくて、回ったんですよね。一応メンバーと一緒にも、串田神社とか回って行ったんだけど、まだ、組んでなくて、飾り山笠がまだできてなかったから、あ、そうだったんでそすの後だっね。たんですよね、できて。ああ、なるほど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 。で、で、私まあ、も曳先山に笠にね、チェッ変わっていって。ク、そっか、ホテルに行く、いう間に行かれたってことですね。そうですね。ああ、はい。なるほど、なるほど、なるほど、なるだからほど。私、ちょっとだけ、まあ、お気持ちだけですけど、博多駅前で、飾り山笠あっただけを、ちょっとだけ撮らせてもらって、ああ、そうだったんです加ね。工したやつですけど、ちょっと撮ならるせほど、てもならっるたほど、のは、まあ、メンなるほど。バーの皆さんにちょっとだけでも、まあ、見てもらえたらいいかなぐらい。なるほど、なるはい。ほど。そうだっあ、たそうんでで。したか、そうでしたか、そうでしたか。ちょっと季節がね、頃だったから、はい。確か当日はね、雨予報だっていうふうにね、言われてそうでて、すね。はいはいで、はいはい。会場にね、こう、傘立てとかね、どうすんべっていう話もね、してたですけど、それは全くですね、真逆な予報になりまして、はい。すごくね、は快晴の、ね、気持ちいい天気い。ですんだね、ね。なっはい。たまあ、感恵じでますれ、よまあ、天ね。候にもやっぱ本当恵まれて、やっぱそうりで良かっすよたかなと思って。ね。はい、はい、はい。メンバーの中に晴れ男の方がね、いらっしゃったから。ああ、一名ね。本当ね。にね、まあ、それそう。はやっぱ大事ですね。ね。天気だけでも全然違ってきますもんね、ね。本人ね、公言してましたけど、はい。ちゃんと本ね、当に予その言通り。通り。で、翌もう日本当もに。ね、雨降らずにね、こう。いや本当にね、本人さんがね、僕はね、晴れ男だからねって言ってたからね、あ、やっぱ本当にその通りだった、本当もう、助かりましたよね、本当。素晴らしい予言者でね、こうね。すごい方ですね。そういねうことも、なんか偶然にいろいろとなんか重なったりしながらね。そうではすよね。い。前ね、前このセミナーの時にね、私が明治の文豪だっていうふうに言ったね、まあ、馬場さんって方なんですけども、まあ、名はい。はい。前出しちゃっていたんですけど、そう、熊本のね、方で、で、なんかね、いいところにね、お住まいだっていうね、その公園の近くに、とかね、あって、はい。で、聞いたらなんかお米が好きだってね。ね、やたらおいや、米いいにでなすんね。かね、こだわられてたっていうイメージがね。その印象がね、はい。ね、ありましたけども、はい。でも、三郎さんでもあれじゃないですか、お茶とかはこだわりあるんですか、知覧茶とのそうですね。洗面器は。そう。参加された方がね、鹿児島の方がいて、まあ、言っちゃってもいいんでしょうけど、内野さんって方なんですけども、そう、なんか、知覧でね、こう、なんていうんですかね、なんか、そう、街を盛り上げるイベントに参加されたことがあるってことで、まあ、もともとね、私も知覧って、まあ、特攻隊の旅だった、まあ、場所だってことは知ってたんで、一応名前を知ってて、まあ、よく鹿児島行くときはね、知覧に、まあ、行こうかな、なんてね、思ってたんですけど、まさかね、知覧茶があることは知らなかったですよ、私ね。そうなんですか。はい。はい。だね、でも最近ね、よく目にするね、ことを多くなったんですけど、ちょっとそこまで私もアンテナ張ってなかったんで、まあね、お茶といえば、宇治と静岡と狭山茶っていうね、はい、3つのね、三大名茶がある中で、まあでも、知覧茶ね、美味しかったですね。いや、私もね、地元がまあ福岡だから、やめたっていうのは、やっぱね、好きで、飲ませてもらうんですけど、でも、いや、この前、三郎さんの投稿でね、知覧茶飲んでますよって、なんか投稿が出て、ああ、そうなんです、私そうもなんです、そそれうでなんでね、す。スーパーで見たら、あったんですよ。だから、それでね、知おお。覧茶も、私の飲みたら、結構いけるなと思って、私ももう気にして、ちょっとスーパーとかで、ペットボトル置いてないかなとか思ってね、最近気になるようになりました、本当に。ああ、そうですよね。いや、なんか美味しいですね、あっさりとしてね。そう、あっさりとして、そんな渋みもね、あんまないんですよね。そんなに渋くはない。まあ、そう俺そうもそう基本的そにお茶は好きなんだけど、やっぱ、知覧茶もなかなかいいなと思うようにう。なりました。こう、なんか飲んでてと詰まるような感じがないんですよね。普通のおそう茶でだすとね。ちょっと詰まるっていうかね。まあ、それは渋みがある。
ね、言い方をするんでしょうけども、うんうん、そう、私は幼少期からね、その、まあ、狭山茶の名産地のエリアが実家なので、あ、まあ、子供の頃からね、狭山茶に慣れ親しんではいますけど、はい、まあ、ちょっと地元の方には申し訳ないですけど、チラッチャの方が私は好きです。はい、いや、だからね、やっぱ、まあ、三郎さんの投稿を見ながらね、こう写真とかも、きれいにあの野菜とかこう果物とか写すじゃないですか。はい、だから、はい、見たらこちらもなんかね、写真なんだけど、なんか食べてみたりったりね、しますよね、やっぱ。ありがとうございます。はい、あとあれですね、狭山茶を、ね、そう作る、ね、現場を見たことあって、まあ、そういうのを見ているからこそ、やっぱりチラン茶の方がいいんじゃないかっていう、そういう先入観もあるかもしれないけども。うん、ああ、なるほどですね、うん、はいうん。まあでもね、やっぱりこうね、こうお茶をね、こうきっかけで町おこしに、ねうんできると、はい、その、まあ、歴史のね、由緒ある場所、まあ、由緒あるって言っちゃうといろんな語弊があるかと思うんですが、はい、まあその歴史のね、ターニングポイントになった場所でも、ね、やっぱありますので、うんはいまあ、そこでこうちょっと時代を振り返るとか、うんうん、いうのはとてもねやっぱり大事なのかななんて思ってますし、そうですね、うん、私はそういった世代のこう、ね、今あの、うん、メンバーで来てもらってるのもあるので、うん、あこの子たちがそうなったらどうしようかなっていうのはすごくそんな目線でやっぱ見ちゃいましたね。やっぱですね、佐藤さんもやっぱこう、うん、物事の見方がこうちょっとやっぱ先を読まれてるっていうかね、やっぱ対極的にものを見れるかなって、まあ、ちょっと私も去年からお付き合いさせてもらってるんだけど、なんかそんな感じはね、あのまあ、目先だけじゃなくてね、やっぱね、そういうとこで、あのまあ、みんなもやっぱり慕ってるのかなっていう感じはします。そうですね。で、まあ、これもね、余談なんですけど、まあ、私のまあちょっと、はいまあ、財務セミナーの仲間で、まあ、アメリカに行っちゃうっていう人がいまして、はい、あなんか日本のお土産なんかないかなと思ったときに、あそうだ、チランチはいいなと思って、で、うん、そうやったらそんな荷物もならないん で、うん、で、その方はなんか翌日にアメリカ行くっていう話だったんで、まあ、そんなね、はい、やっぱり大きな荷物だったらちょっと申し訳ないと思って、なので、ちょっとチランチを、うん、あの贈呈しました。ああよかったです。もうね、今アメリカでもうついて、シカゴだったかな。ああ、そうなんですか。はい、に行かれる方がいて、はい、はい、うん、そう、まあ、その、はい。財務の方って、でも結構、はいはい、たくさんいらっしゃいますね、本当に。そうですね、まあ、私、いろいろこう何個も受けてたりするので、うん、その前ね、ちょっと受けていただいたね、あのブロックパズルもそうだと思いますし、アーチリアの仲間がいたりとか、うん、で、今回の、まあセミナーの仲間は、まあ、社外 CFO 養成講座で出会った仲間ですね。その事務局の方も実はその仲間なんですね。あ、そうなんですか。そう。で、私だけキーが1個だけ早くて、他のメンバーは、うん、まあ、ちょっと私の後に、こう、まあ、講座受けた方。うん。うんにはなるんですけども、まあ、それでね、はい、いろいろこう、情報交換とかね、した中で、まあ、たまたま私が、まあ、ある、まあ、真鍋さんがうちの、あ、言っちゃったね、真鍋さんって、あの、真鍋さんって事務局やってた方なんですけど、はい、に、まあ、だと、篠原さんとセミナーをちょっとやるんだぞ、なんて話をしたら、あ、なんか、ちょっと上演してんですって話で、で、それでなんか、その、福岡で、その、今回スタッフの方々が飲み会があったときに、私も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 っていう声があって、そう、当然6名で。ああ、そうですか、ということですね。うん、うん。でね、今回ね、こう、使った Excel とか、まあ、振り返りシートとか、タイムスケジュールとかは、これからご自身がもし、そういったセミナーとかやるときに、まあ、いい意味で加工してもらって、うん、まあ、主派理の、最初は主かもしれませんけど、だんだん、ね、派と理とこうね、発展していただいて。うん、そうですね、あの主派理の、うん、まあ、主でいけて、最初のね、とかかりが、そうですね、まあ、ちょっといい、はい、いい意味でできたのかもしれないなと思っているんで、はいはい、私もそう思いました、はい。そうですね、特に振り返りシートでなんかこう、振り返るっていう場面は、本当はね、その飲み会の場でやろうとは思ったんですけど、まあ、なかなか飲み会の場でそんな、ともなく別の話でもやがったりとかね。まあ、飲み会のね、ああいう懇親会の場ではなかなか難しいかもしれないなと。はいはい、そうですね。はい。本当にあれでしょうね、もう裏話なんですけど、その会場をもう少し延長してて、最初の3、まあ、会場30分残って振り返りをして、で、その後懇親会に会場行くとよかったのかなっていう。かもしれないですけどね。反省が。はい、懇親会場で、
反省会はなかなか難しかったなっていうのが。やっぱ懇親会場ではちょっとやっぱ私も、ね、ね、あの、まあ、雰囲気的にもうみんなそういう感じじゃなかったし ね、もうね、のんびりね、終わってやれやれってね。出さなかったから、はい、はい、そう思いました。はい、で、あの時私もね、あの初めて、まあ、サブロさんとかババさんとかからね、はい、財務の話を聞いた時に、はい、あのブロックパズルの話が出たじゃないですか。最初は私も、はい、どういうことなのかなと思ったんだけど、その後に誘っていただいたセミナーで、あ、こういうことねっていうのが、その細かいことは別として、大筋が大体、あ、こういうことなんだというのをつかめたので、やっぱすごくあれはいいなと思いましたね。そうですね。はい。はい、まあ、ああいうのでこうね、使って、こうね、経営者をどうやってこうね、あの、うん、まあ、見える化するかね、目標を、はい、数値の。はい、うん、うん、いうところでのツールとしてはね、うん、うん、まあ、そこ使い勝手はいいのかなっていう、うん、そうですね、うんうん、やっぱあの、まあ、財務だけではなくて、まあ、いろんな面であの企業のね、もう問題から今あのおっしゃったんですけど、はい、見える化っていうのはやっぱすごく大事ですよね。はい、ああ、そう、見える化でもやもやとするよりは、ね、やっぱああいう形で簡単な、うん、もうあの手書きの図とか書きながらね、あの見える化していくっていうのは、もうどこにこう課題があるのかとかがね、やっぱ抽出できるかな、それであと考えていくの、ね、まあ、取っかかりができますよね。そうですね、こうやってね、開示することでね、こう、うん、見えてくる問題に見え、はい、見えなかったものが見えてきたりとかね、はいはいはい、こうね、外部にこうね、触れられたときにこう、やっぱりこうね、しっかりしなきゃいけないなっていう、ね、はい、今後ね、介護事業者さんもね、こう、財務の開示っていうのがね、そうですね、やっぱりね、出てくるね、はい、もね、やっぱりこう、介護事業者をもっと良くしていきたいっていう、はい、というのはまあ目標もあるのかもしれませんし、はい、いや、うん、私もだからそういう機会があったらね、まあ、まあ話もでき、まあ細かいことはやっぱちょっと財務専門家にお任せせないかんけども、まあそのなんかとっかかりこういうのがあるみたいですよみたいなことはなんか機会があったらお伝えできたらいいかなと思いました。だからそういう意味ではそうです、ね、いい、うん、機会をいただいて、うん、来ました。本当にそうですね。はい、セミナーにもちょこっとね触れましたしね、うん、ちょうどね、はい、流れとしてはね、あの、良かったかなっていう、うん、まあ、それはね、その、まあ、受講された方、ないしは今回こう講師された方、自分で聞かれた方ね、それをね、はい、もし自分たちの何かこう今後のこの反則ツールの一環としてね、使ってもらえるといいのかな、なんて、ね、はい、やっぱあの、うん、本当にいい、あの、大きなヒントにはなるんじゃないか。あとは活用するかどうかはね、本人次第だとは思うんですけどね。そうですね、うん、やっぱり、はいはい、ああいう中でやっぱせっかく来ていただいた、うん、まあ、自分たちのね最初のセミナーの趣旨でもあるけど、何かを持って帰ってもらいたいというか、まあ、出し惜しみはするつもりはない、ね、なかったし、それぞれ皆、うん、まあ、講師になった方も裏方で頑張ってくれた方もね、それぞれ、ね、あの、うん、自分のこう、まあ、持てるその、まあ、力じゃないですけど、まあ、やれるところは、まあ、させていただけたかなとは思いますけど、そうですね、はい、そうなんですよね、はい、うん、皆さんがね、こうね、参加された方、ないしはこうね、講師の方が、あ、これなんかやれるぞっていう、こう、何か、したい、ウォンツな状態に、うん、するっていうのが、やっぱり今後ね、とても、ね、そういった状況であれば、こうね、やっぱり聞く耳持ったりするので、はい、あ、じゃあ今後どうしていきたいのかっていうね、ところに、こう、持っていきやすいのかなっていう。そうだね、本当、ね、そう思いますね。ね、また、うん、うん、次回はちょっとまたそれはまた三郎さんとかまた他の方とのまた今後話し合いになると思うんですけどね、うん、あのまたねそういう機会がいただけたらね、あのまた一緒に参画させていただきたいなと思ってますけど、あの結構ねいろんな方からお声が変わってて、なんか私ももし参加したいですっていうのはちらほらと、ああよかった、あいいですね、そういうふうに言ってもらえるのはいいですね、はい、はい、するのでちょっとしばらくね、様子見て、そういった方の声が止まる段階で、あ、まあこういった声が実はあるんですっていうのは、あ、皆さんにお知らせして、決まってもいいのかなってこう思ったりとかね、してますけど、なんかそういうのありましたか？うん。なんとなくそういう雰囲気はありますね。うん、別に、だから今度、もしさせてもらおうとしたら、うん、まあ、参画させてもらうのも、今度裏方でも、私は、いいかなと、うんうん、自分でも思ってて、別に喋るだけがノーではなくてね、やっぱりいろんな意味でね、はい、あの、もちろんそういう機会があればあったらいいです。また他の方がまたね、いろいろそういうチャンスをこう生かしていただければいいと思うんで、はい、そうですね、何かこうね、テーマを決めてね、こうね、まあ、ローテンションじゃないですけどね、そういう形ができたらね、こう、そうですね、
まあ、一番やっぱり聞く方が、まあ、参加される方が何を聞きたいのかっていうのを、そう、あの深掘りして、それに似合ったテーマで我々がこうカスタマイズしていくっていうやり方がね、はい、ね、いいとは思います。またそういった、ね、ニーズをこう掘り起こすための、まあ、提案するような、ね、セミナーっていうのもいいのかなとはね。本当ですね。うん、あの思ってね、今おっしゃった、その提案していく、あの、うん、なんかこう、うん、世の中の動きで、やっぱり同じセミナーやる上で、ね、何かこう、うん、ちょっとこうヒントになるような、あ、そうなんですよね。そういったものはい。がやっぱりお役立ちになるのかはい。なと思はい。うので、うん、そういうことでいけたら、まあ、自分たちがやったこともまそうたですね、ね。はい。うん、活かしていただけるし、そうですね。またつなはがっていくんじゃないかなと思いました。い。はい。はい。まあ、今回セミナーもね、ちょっと逆算でね、こう整理組ませていただいたところありますので、またね、次も、この目的があって、セミナーあってっていうね、そうなるとね、何やってんだっていう意見もあるんだとは思うんですけど、まあね、やっぱりこう、セミナーもやりつつ、そういった目的も果たしつつっていうのもね、大事になってくるかと思うので、まあ、皆さんももしね、ぜひ、この内容聞いて、ちょっと一緒にやってみたいという方がいましたら、いつでもお声はお待ちしておりますので、日本全国津々浦、どこまで行けるか分かりませんけど、極力、対応はしたいと思いますんで、はい。はい。いつかね、沖縄議論に入れたいですね。ああ、ね、いね、え、私も行ってみたいな、これはね。ね。で、せっかくね、本当縁持たせて、ラジオ番組持たせてもらってるので、ね、本はい。当ね。やっぱり、宜野湾でやるっていうのをお返しするって意味では、大まあ、事だかもしれませんね。うん、もうそれはもうはまい。た、三郎さんのね、まあ、ちょっと今、いろいろ、はい。はい。これからまだ練っていかれるとは思うんですけども、またね、そこに行ったそこに行って、で、協力してくれる方もまた、そうきっですと、ね。うん、そうおで一す人二ね。人とこう現れるかもしれないからね。あ、そうですね。そういうやっぱ方はまそたこでね。すよね。あうん。の、本当集め一人て。ではやっぱはい。なかなかやれないけども、みんうん。なの力があると、そこで結集するとね、やっぱり見えないものが見えてきたりするし、まあ、あぶり出せるというかですね。あ、そうなんですよね。はい。まあね、そんな話をしてたら、ちょうど時間がもう来てしまいまして、このラジオ番組もね、早いんですよ。まあ、止はい。めないようなね、話をしたわけですけども、まあまあ、裏話を交えながらね、今後の展望とかにも、そうでますね。また、話がはでい。きたからよかったかなと思いわまかりす。ました。じゃあね、今回は一応ここで時間がオーバーとなりましたので、篠原さんお越しいただきましてありがとうございました。いや、ありがとうございました。また視聴者の方もぜひぜひ、いろいろとご意見いただければと思います。では、ここで番組は終わらせていただきます。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。